着艦は地面に降りるとなく、目をつむってても出てくるかのもんじゃ。ところがだろ、それが一旦ガブったら最後手洗いと。何しろこうなるところに降りていくんだから、まるであれもの巣に飛び乗るようなもん。それが単にこうなったりだな、こうなるだけでなし、こう蹴って降りよるんじゃ。 こうりて行くとこう逃げてしまう。全く生き残る言ったじゃんまよ。まあ後足で蹴らんのがマシラカじゃ。<笑>何、2、3ヶ月もすれば都会店降りたりするにしてやる。戦争は待ったなしじゃけん、今日は都合悪か、明日にせえなんて、そんな境の感情断るようなわけないかんからな。<笑><笑>また明日。 あんまり固くならず、地上の訓練と同じ気持ちでやるよ。ええな。はい。工場。はい。第5回今出発しました。よし。 校長、あれ見てください。運動止まったぞ。 訓練が始まると同様も日記を回りました。このように猛烈な訓練が何日も何ヶ月も続き、とうとう今年になってしまいました。喜んでください。この5月、私は2等飛行兵と進級しました。あともう2つ進級すると軍士官です。早くお母さんに士官の服を着て見せてあげたいと思います。あんまり長くなりましたら、この辺でさようなら。 飛行場、だいぶ変わってきました。
2学年のある時、自分は勝然と感ずるものがあった。自分は自分ではない。自分は無だ。自分のことごとくは賢くも大元帥兵家のために掲げ立てまったものであると腹の底からはっきりと悟ったのだ。 自分の腹を作る土台になった。その信念を腹の底に伝統していて変わると、何をなすにも真面目もなす自信を持って行うことができるようになった。これは日本人なら誰でもあるべきものだ。3000年の昔から脈々として伝わった日本人の血だ。この血が大和魂だ、軍人精神だ、国民感情だ。どうだ、分かるぞ。はい、分かります。
で今日お前にこんなことを言い出したか。お前にはここで強化腹を据えてもらいたいからだ。おそらくこの休暇がお前との最後になるかもしれん。お前との最後にこのことはぜひ言っておきたかった。はい、我々が待ち焦がれた日が近く来る。必ず来る。